決着がついた。あー、だぞダメだってことは、まだ俺のがリードしてるってことだな。ここ2300ゲーム共通ベルが滞ったんだよね。お、当たるんかい。90ゲームまた微妙。これをどう判断しろっつんだ。まあ普通に考えればまあ引き戻しなんだけど、ただね、微妙だよな。もうちょっと早いけどね。ちょっと共通ベル落ちたね。試行ゲーム数が1419ゲームで9回。まあまあ微妙になってきた。なんかの間違いで一発戦後、だからあれがもしは本当に引き戻しの当たりなんだったら、その後まあ通常 B が一番濃くなるんですよね。ってことは次当たった時に結構な勢いで天国が上がるぜっていうことなんですけど、もう一発追っかけるか。ざっと共通ベルがまあ140分の1っていうことになってますんで、ただ引き戻しか引き戻しじゃないかないかでね、大きく予想変わってくんだよね。まず引き戻しだった時点で偶数設定濃厚になるんですよ。というのも奇数設定は天国の後もう4%弱ぐらいでしか引き戻しモードに行かないんで、もうほぼ気にしなくていいぐらいのレベルなんですよね。ただ引き戻しに行ったとなったら、もうその時点で偶数設定濃厚になっちゃうんで、今通常ビニール可能性が一番高いと。いやー判断難しい。追加解除やりました。おそらくね、あれまあ確定薬って可能性もあるんだけど、わかります、ドキドキモードやりました。これで 80% 継続。お、ちょっと潮目が変わったな。これでドキドキモード引っ張ってきた。幸い、まあ傷口はまだ浅いんでね。そしたらまあこれでもうトントンですから、トントンとかちょいプラかで、プラスあと2回はもう約束されてますんで、まあプラスはプラスなんですよ。ただまあ後のこと考えると優勝なことを言ってる場合ではないんで、遅れたか、遅れたな。これドキドキモード以上確定パターン、こっちだけだと天国以上だ。
レイと、あとまだ向こうに大丈夫ですよっていうことになってるわけですよ。ランチ行ってみます。ちょっと心折れたから、もう清見はもうやめたい。気分を入れ替えよう。玉が残ってるからそれカートに入れて移動します。もう絶対核兵に突入するリングとかね。そう、当てる、当たれば突破でも核兵だからね。そう、宇宙戦艦ヤマト大好き。宇宙戦艦ヤマト、ちょっと一瞬リングを打とうかな。核兵が 100% だから。もう通常で時短でっていうのがちょっと今傷ついてるから、リングのライトミドル打ちます。12連してる人がいるからね、12連とかしてくれたらもう楽しいよ。よいしょっと、じゃあもう4代目ですよ。4代目。残り時間的に言うとあと1時間半ちょっとあります。でね、現在投資が27,000円でも押し玉が1300発と、いや牛尾さん、まあメダルで言ったら2000枚ほど差がありまして、本当に大変困っちゃう。正直もう勝ちは7割ぐらい諦めてるから、もうどうにか勝てたい。呪いのビデオを再生しろ。止まってくれるから真ん中に当たらない。あ、止まった。よかったよかった。さあ次、金、さあ次、止まって、止まれ。止まらなかった。色も変わらない。時間が、諦めちゃダメ。もしもし、青、当てたい。ほんとこれで当てたい。おー、きっと来る。いや、ほんとに当てたい。頼むよ。あいつでテンパイだし、頼むよ。今ちょうど2205回転。
あー不気味。10ラウンド終わったけどなんか良かったです、リングはねもう素晴らしいことに確認突入し 100% なので今日初めての確認ですやったね。いやー道連れ待って待って待って欲しい。おー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 、ちょいちょい、え、やばいじゃん、もう今70回転なんだけど、今すごいボートしたら、おい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 、うわーよかった、テンパした、やっと。なんてよ、あーちょっと、あーちょっと当たる気配が今のところしないんだけど、おー続いた、呪いの電波は続く、ただ来てる、続いて、あ、誰かお願い、なんでいや終われないよこっちも、あちょいちょいちょっと待って、いやすごい本当に本当に何が一番切ないって、もうカメラマンのお兄さんが一番笑ってるところとかね、私が さっきその一瞬外れて復活する前も母っと笑ってた、すごいもう見えるんだから、ここで見えるんだから、いやーちょっと待ってよマジかよ、いやもう本当に呪いを伝播できれば、この中に誰かいけば、むつきちゃんお願いお願い、呪われて、ああそう、あと3人、あと3人、弥生ちゃんお願いします、ああああと2人、ちょっと大変、あと1人、ねえ無理そう、みなちゃんみなちゃんお願い、あー避けた、マジで嘘でしょ、マジかよー。
左打ちしてください。ああ、いやでもまあ1時間しかないとはいえ3時で確変入ってればいいんでしょう。宇宙戦艦ヤマト打つわ。宇宙戦艦ヤマトのオンリーワン。ラッシュ入ったら長いかもしれないじゃん。はい、それじゃあランチ明け、このね、ランチ明けドキドキモードなわけですよ。ちょっとね、若干ね、あの嫌な経験をしたことが何度かありますんでね。まあだから次の次まで来ればとりあえずランチで落ちたっていうことにはなりませんから。いや、こんなの関係ねえよと言う人いるんですけど、関係あるからめちゃくちゃ。まあ何どうこうなるもんじゃないのは分かるよ。そりゃ続けようと思って続くもんでもないし、逆に落とそうと思って落ちるもんでもないし、何をしかならないっていうのは分かった上で言わせてもらいますけども、まあまあ引っ張られてるけど、ここはよしよし、まあまあ特殊点滅の方が強いモードの可能性が高くなるんで OK。 まあ一応特殊点滅だからまあ大丈夫だとは思うんだけど、これでとりあえず、いや惜しいね、ちょっとヒヤッとした14ゲーム。多分今抜けた。あ、今抜け、あ、今抜けた。本当だ。多分ね。あ、そうっすね。確かに。どうしよう。あと1ゲーム32で光っちゃった。どうしよう。あ、光んなかった。私も今また通常引いて、あー。ちょうど通常引いたの、また通常引いて時短が抜けて、あのちょっと魂抜けかけてるところ。これね、多分1000枚ぐらいプラス、1000枚ちょっとプラス。そうですよね、そうなりますよね。なくなるの早いからね。え、なくなるの早いからね。まあ確かにそうですよね。いやでもいいっすね、プラスいいっすね。私今日まだ通常2回しか引いてないんで、レンチャンっていうの知らないんで。まあまだ時間あるから、まだ時間あるから、そう2時間ありますね。ちょっと頑張ってきます。お邪魔しました。じゃあ投球ベル数えてみようか、計算してみるか。ああちょうどいいや。これで今の共通ベルで16回でしょ。
あれいいじゃねえか、125分の1。ああ案の定速いのね、もうね、と通常 A からまたやんなきゃいけなくなったということだと思うんですよ、ね、この様子見の間にポロポロって1回でも2回でも、ああ当たった、当たるんかい、99、当たったのか、もう一周か、マグで一発お願い、おっ、追加解除、ラッキーパンチ、87ゲームやりました。いや、これはあげたい、これはあげたい、よし、上がれよ、よし、お仕事終了、今日はもうお仕事終了、ちょっとタイム、あ、せいでないよ、お腹痛くなってたから、はい、行くよ、いやでもまあおかげでよかったね、落ち込んでね、でもほんと1000枚前後ぐらいの時ってぶっちゃけね、よしじゃあもう一瞬ってなってほんとね、ものの4、500ゲーム天国に上がらなかっただけで、場合によってはもう全部止まれちゃうんだよね、何気にあの勇気のいることなんですよ、ヘイ、あらまあ一応個人的なルールとしてですね、まあ偶数挙動の台打ってる限りは、まあ連チャンも引き戻しはあるかないか見るんですよ、で引き戻したら通常日が一番濃いんで、じゃあ上がるまで打っちゃうんですよね、打つことにしてるんですよ、1000枚ぐらいになるのかな、なる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 か、だからプラスクレジットで150枚はあるもんな、200枚返ってくると、まあ、ざっと2000枚、もうね、出玉で2000枚特に超えてんだよね、東京から落ちなかったからやめたんだけど、この後ね、初当たりも軽いし上がりもいいし、あれ打っててもまあ面白かったらそうかもしれないね、戻
して追加解除の後、これで今ので4連目、次が来れば5連目、はい、次ラスト、もうあと30分ちょい、一応まあピロートークってことで、まあ、引き戻しからの一発天国だけ狙おうか。最後これ抜けたら鼻で、あおしょう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 で引き戻すわけですよ。やっぱグスだね、もう間違いないね。右左ほら、やりだした22、すごい顔するでしょ。まあまあもう大筋で戦局は定まったかなと、決まったかなと思ってるんですけど、最終確認一応言っておこうか。あれ、あ、いけた。お、なんか変わったの売ってんな。あ、そういうの始めちゃった。線香これそう、はい、さっきまでリング打ってて 100% 核兵突入するかって言ったのに駆け抜けちゃってまだ大丈夫だよ、まだ大丈夫、まだ大丈夫でも、え、今でもまだ、あれからもう全然ダメ。本当ですか、本当ですか。まだいけるから。本当にわからない、牛尾さん今日初めてだからそんな嘘をつかないと思うけど、本当に、ね、王者のコミュニケーションですよね。一応350枚投資でカードに1950枚入ってますんで、こう1600枚プラス1000枚プラスでこの台に移ったんで、まあまあ600枚ぐらい、ただまあまあ上乗せできたと。あとは締めの何菓子ですよ。なんか一羽ねあってもおかしくなさそうだよね。はい、最後ね、ここもきっちり締めてねフィニッシュしたかったんですけど、まあまあ当たらないものはしょうがないということで、でこれレシート出ないんで、これね投資が、まあ、7000円350枚なんでプラス1400枚、終了。さあ、なんと私5代目です本当にちょっと9時から3時までの間で5代目とかまあないですけども、やけですよね、やけ。今のところ投資が29,500円で、持ち玉が先発ショット1200パスかありまして、夜景でライトミドル宇宙戦艦ヤマト鬼ワン、突入率は 52% ですが継続率が 90% なので、もう今から1時間以内に当ててラッシュ入れれば30分打てるんでしょ。いけるかもしれない、あるかもしれない。
なんだろう、中身何かが起こりそう。さあ中身変化、あ緑になった。緑か、今さっき緑何事もなく終わったばっかだかんな。山と発進、次が赤だったら、あー白、地は大地、隕石群を回避する。自動掃除は無理です。これより自動に効く。さあここで大和魂が2つ溜まれば、あー頼む。おー、あと1個、あと1個。そうっすよね。いやまあなんとびっくり、熱くなってたら消せたらもう実戦時間終了ということで、すごくね、5台打って初当たり3回全部単発。試合一体何をしてたんだろう、悲しい。1ミリも勝てる要素なかった。でも分かんない、本当に分かんない。すごいフルウェイトで、あの後ろさんが時々打ったらもしかしたら今度負けてるかもしれないからもう本当に予想以上に後ろさんがさっき以上に負けてることをもう祈るしかないです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとしんどそうだったね。しんどかったっす本当に久しぶりに、ね、いや本当にもう、まあ、もう見ていただけて分かるかと思うんですけど、あの後ろさんに報告するの全部、あの初当たり3回取れまして、お給みで2回、リングで1回取ってまして、はい、全部単発でした、うん、結果と結果投資が枚数換算で1500枚、はい、枚数換算でね、はい、で回収なしです。ちょうどきっちりなくなりました。1500枚負け、はい、1500枚負けでございます。僕がですね、はい、もうずっとこう半身の体勢だったんですけど、まあ結局2台目の置き時を最後まで打っちゃいまして、まあ、最後あの俺もやめたかったんですけど、あと15分ぐらいあるから鼻鼻打っていただいて200枚あえて捨てさせられたんですよ。渋々ありますね。なんで、まあ、投資350枚で千台は50枚流しまして、本当は1950枚流せたんですけどラスト15分どうしても打ってほしいってことだったんで、まあちょ、あるあるですね、はい、プラス1400枚で、えプラス1400枚、さっき最後の方に降りてきたじゃないですか、うん、まだ大丈夫って、全然大丈夫じゃないじゃないですか。超本気なんで、私は本当にもう正直そこよりも牛尾さんに勝ちたかったんです。本当に、そう本当に言ってみたかった。ただ俺これ優勝したらもう先言ってきます、はい、カニを持ってあげる。本当ですか、うん、ちょっと本当に優勝してください。あとでちょっと LINE 交換してください。そう、はい、俺と、はい、そう僕に負けてた人たちにはもう全員カニを折るって決めました、ね、はい、本当素敵、本当、いやもう本当に一気にやっぱりもう塩さん好きになりました。あのね、僕ね、そうなんですよ、ね、会ったことない人にすごい嫌われるの、うん、え、なんでですか。何なんだろうねなんかね、いろんな噂を勝手に人選びするんですよ。あ、でも私もどっちかというと好かれる嫌われる方が多いんで。本当、はい、でも分かります、は勝手にイメージとかがなんかいろんな話が先行していくのあるあるですよね。ぜひ頑張ってください、本当この後なんで、ってことも決勝戦に行って一応リーグ戦になるんですね。そうです、はい、決勝はね、リーグ戦になりますんで、クリとあと、うん、タクとリノの勝った方がどっちか、まあ、ポンコツばっかりなんですね。でもちょっとなんかむさいなとは感じはしますけど。でしょ、まあ、でもガチ感はでもやっぱり上に行くと増しますね。だから優勝したら、はい、まあもうしょうがない、あいつらにもカニを持ってありますよ。あ、
あとね、矢部さんと、はい、あとお母さん連れてきてくれる。いいですか、うちのお母さんのことがどうしても忘れなくて。どうする。でも結構あのそうですね、はい、お母さんちょいちょい気になってるんで、はい、ぜひ上野ぐらいまで出てもらえると。あ、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、まあ、ということで、はい、まあまあ、あの僕の一応勝ちと、はい、いうことになりましてですね、矢部さん今回で、はい、脱落という感じなんですけども。そうなんです。まあまあ、そういうもんですから、また何か機会に、何か機会があればまた、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。はい、ということで次回がリノとタクの決勝トーナメント争いということになるみたいですけど、果たしてどちら勝つのかという感じでございます。はい、じゃあそうですね、もう年末ということで、じゃあまた、良いお年を。残念ながら2回戦敗退ということで、初戦のね勢いが本当に気のせいかのような、本当に私は一体、ね、約6時間何したのっていう感じだったんですけども、まあでもね、こんだけ正直大差で負けたら、まあ、しょうがないかなっていうのもあります。あとね、このジャンバリさんでは特に本当勝負ものことごとく負け続けてるんで、ちょっと弱いイメージがさらについてしまったのかと思うんですが、また何ね、なんかね機会があればもしかしたら次は奇跡を起こせるかもしれないんで、ね、あ、でもしょうがない、悔いはないです。お疲れ様です。クラブラクのタクです。リノです。言うたらあった何パチンコは設定が見えるんや。いや、設定がパチンコは見えるんや。うるさいうるさいうるさい、分かっとるんか。うるさいよ、設定がパチンコは見えるうるさいね。ジャンバリフリーマガジン九州版が2017年1月27日に登場します。イエーイ、シャンシャン。ホール情報やジャンバリの番組情報、グラビア、ポッカ吉田さんの書き下ろしコラムなどなど、お得な情報が盛りだくさん。え、てか皆さん、俺たちのこと知っとうと。フリーマガジンのトーケン。え、それ今日持ってきとうと。持ってきてんの。ファイ